藤原帝邦上平2年8月4日は、平安時代前期から中期にかけての貴族、家人、内大臣、藤原隆富士の次男、第五天皇の外王子。官位は、十二位、右大臣、増十一位、三条右大臣と号する。打った朝の官票を四年うどねりへ任官する。官票七年道の苦情を経て、官票八年十五位した、尾張ゴンムリに除任される。 官票九年には、老いの厚人親王の即位に伴い右この絵少将に、任せられた。その後は、正体四年十五以上、左この絵少将演技三年生五位下、演技六年十四位下、右この絵剣中将と、この絵自称を務めながら順調に昇進し、演技九年三位に任せられ、苦行に列。演技十年十四以上に、少女されると、 演技13年には上位者6名を超えて13位、中納言に上任されるなど、天皇の外籍として急速な昇進を果たす。その後も演技20年大納言、演技21年生3位と昇進を続け、延長2年右大臣に昇進して、藤原北家着流の藤原忠平と左右の大臣に並んだ。延長4年12位に至る。 須ざく町の上平2年8月4日隠れ後、去年60、最終官位は、右大神十二位。没後の8月10日になって11位を追贈された。三条に邸宅があったことから三条右大臣と呼ばれた。和歌、還元をよくし、吉つらゆ大志高知の三つ目の講演者であった。ここ和歌集以下の直線和歌集に13種日一種、歌集に、 三上右大臣集がある、苦行部人による三上右大臣に関するカテゴリー、ありがとうございます。